このオープニングはダサすぎるということで、今回は2回目です。このミッションはなんか漆黒の下ですかね、タンクとなんか浄水場みたいなところに行ってタンクを破壊する系のミッションです。でこちらも割と高難易度ミッションになっていて、完全ステルスが必須となっています。で今回もまあのんびりと解説しながらやっていこうと思います。でこちらもまだ見つけたばっかりのルートなんで最短である保証はできないんですけど、おそらく早いかなって思います。でまあもっと早く行けるわみたいなのあったら教えてください。よろしくお願いいたします。まずはこちらの崖を登ってひたすら浄水場みたいなところに向かって走っていきます。この滑るやつで、ここなんですけど、ここの下には敵が2体目視でできるんで、左の端を通って下っていきます。なんかうまく進んでないですけど、まあ皆さんならスルスルっと進めると思います。でここですね、ここは歩幅して通った方がいいでしょう。今回歩幅が強いんで、中腰と普通に走ってだとすぐ見つかってしまうので、なるべく歩幅を対応します。まあここももしものために備えて歩幅で行きます。でここなんですけど、クレーモヤがあるんで走って気づかないで走ってしまうと爆発して気づかれるんで注意しましょう。でここで一応なんかジロジロ探してるんですけど、基本的にこのスピードで来れば敵はいません。でこちらも左端を通って真ん中の方に行きます。でここで初めて敵とエンカウントします。でこいつはまあ基本的に前を向いてるんで、後ろを取って CQC で投げ飛ばしましょう。まあね、この時に歩いちゃって足音でバレたりっていうことがないように、まあなるべくね歩幅で近づいた方がいいと思います。で回収もしちゃって大丈夫です。でここなんですけど、こんなジグザグに走っていますが、そんな必要はありません。ここら辺は敵が基本的にいません。主はビビってこのような走り方をしています。でこの前に敵が1体います。まあ後ろを向くことはないんで、基本的に前と横を監視しています。でここで使うのが空のマガジンですね。これを投げて視線をそらしましょう。まあここもね、一応安全策で相手が動き出してから動いた方がいいでしょう。でここなんですけど、絶対に立たないようにしてください。今主は中腰になりましたが、基本的に歩幅で通ります。歩幅で通ればこのようになんかバレることもないんで、歩幅でいきましょう。これは完全に操作ミスです、今のは。で村を抜けました。で安全が確保できたなと思ったら、ここで馬を呼びます。で今回は馬ですね。でなぜ馬かというと、ここから敵がいない道を直線で走っていくので、基本的に速い方がいいので馬を連れてきました。でここでなぜもたもたしているかというと、なぜか知りませんが方向感覚が失っていて迷っています。普通にあのマークの方に進めばいいんですが、かなりテンパっていました。でも基本的にここは、まあ、あの黄色いマークに向かって突っ走っていくだけです。まあ別にね、ここを普通に素でダッシュしてパートナーに DD だったりクワイエット連れてくることはできると思うんですけど、まあ馬でいいんじゃないですかね。ここはいずれにせよ
多いですね。ここ走るとなったら大変なんで、やっぱ馬ちゃんを連れていきましょう。ちょっと敵が、で目的地が近づいてきました。そしたら右側に崖を、崖沿いを右側に走っていきます。こちら側ですね。で侵入はあの下の門からします。ここで奪は乗り捨てです。でここに監視が一人いるのと、僕のフェンスの前に一人いるんでスポットしておきましょう。で降りるときはこっちから降りないと多分怪我します。怪我するか死にます。であの兵士は基本的にもう CQC でぶっ倒してフルトン回収です。でなるべく回収できるときは回収していった方が、その気絶から覚めて本部に通信されるってこともないので、回収できるときはなるべく回収しましょう。よいしょ。でこの場所でフルトン回収してもいいんですけど、もしあの奥にいるのにねバレたら大変なんで、ちょっと離れて回収します。こんな感じですね。次はあいつを眠らせます。ここで意味のないローリングです。まあ、ここは多分中腰でもおそらくバレないんで、まあ、主はなんかちょっとビビってこんなことしてますが、まあ多分中腰でも大丈夫でしょう。あいつをヘッドショットで眠らせます。でサプレッサーが MG メタルギアは壊れるんで、なるべく少ない段数で気絶させるようにしましょう。でここは1回開けていれば開いているんで、そのまま通ります。でも、まあ、開いてなくても鍵をちょっと開けて通ってください。でここですね、あれはデコイです。でこのパイプはぶつかって通れません。端っこを通りましょう。まあ一応ね、まあスポットできる相手はスポットしといた方が、後で逃げるときなんかに鉢合わせとかしないと思うんで、スポットしておきましょう。で、こいつですね。問題はこいつで、あそこに、そのスイッチがあるんで、あそこに向かわないといけないんですけど、そのためにはこいつを絶対気絶させないといけません。一回外してしまう。で、もし、この時に、下に敵がいたとしても、捕食で通れば基本的にはバレないんで、捕食して通っていきましょう。で、こいつも邪魔なんで、そのまま飛んで回収します。で、ここも下から見られる可能性があるので、中腰で通った方がいいでしょう。で、このスイッチをオンすると水が抜けていきます。そしたら元来た場所を戻ります。で、多分本来のミッション、今までのミッションだったら、そのタンクのとこに行って C4 だったりで破壊したと思うんですけど、今回そんな危険なことはしてないで、遠くからランチャーで破壊するっていうことにします。で基本的にはここからは今来た道を戻って、その崖の上まで向かいます。まあ、なるべく端を通るようにして敵にバレないようにしましょう。まあね、時間はそんなにあれなんで、なるべく歩幅で通った方がいいと思います。
で、この兵士があっちに行くと思いきや行かないで U ターンして戻ってくるんで、ここは注意しましょう。こんな感じですね。ずるいですね、完全に。で、この敵はヘルメットをかぶってないんで、基本的にちゃんとヘッドショット当てれば眠らせることができます。で、あと暗視ゴーグルをつけているので、このスネーキングスーツで来た方がいいでしょう。で、まあ元来た場所を戻っていきます。まあね、ここもいないんですけど、主はビビって匍匐なんかしちゃってます。で、この動画なんですけど、まあおそらく現時点でこのミッションまで行ってるって人はもうかなり皆さん上手いと思うんで、まあこんなこそこそしなくてももっとバンバン進んでいけると思うんで、まあその点に関してはご了承ください。まあどちらかといったら初心者の方がね、クリアしたいっていうために見るような動画として作ってます。で、ここはもうあとは壁沿いに走っていくだけですね。で、この壁が途切れたところで敵がいるので、バレないように通っていきます。もしかしたら高台にいるかもしれ、高台の上にいるかもしれないんで、まあその場合サーチライトに照らされないように注意しましょう。とりあえずあいつがあっちを向くまでは安全のために匍匐で進んでいきます。ここで大丈夫そうですね。で、ここで中腰で立ち上がったら、この奥に見える高台の上に行くんですけど、その前に今クレイモアとか置いてあったりするんで、それは注意してください。で、この高台の上からタンクに向かってミサイルを撃つんですけど、今走ってきたんで息切れで外れる可能性があるので、確実に当てるようにしましょう。でも、あとは逃げるだけです。で、まあこのルートで行けばおそらく大丈夫なんですけども、違うルートでなんか逃げたりするとたまに D ウォーカーですね、あのウォーカーギアが走ってきて、それでバレてしまう可能性があるので、まあ、一応注意してください。まあ、この端っこを通っていけば、まあ、そんなことはないと思うんで、まああとはホットゾーンを離脱するように、バレないように離脱してください。マップを見ながら。長いですね。はい、これでホットゾーン離脱でミッションクリアになります。まあ一応このルートでこの S ランク取ることができるんで、ルート困ってるって人はぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。